どうも波動チューブです、今回はですね、前回あのダイソーの釣り具で釣れるのかっていう企画でちょっと釣れなかったので、今回は何としても釣りたいということで釣り堀に来ました。釣り堀の方でお魚釣ってみたいと思います。それではここから釣りを始めていきたいと思います。ここは朝霞ですね、埼玉県の朝霞ガーデンっていうところで、駅から、まあ、バスで15分ぐらいで5分ぐらい歩いて、まあ、2、30分あったら朝霞駅から到着するので、ぜひ皆さん行ってみてください。今日の餌はブドウムシ、ブドウムシで行きます。で、みんなですね、なんか池によってルアーと餌と違うみたいなんですけど、自分は餌釣りの池でやります。やってみます。あ、釣れてる。これちょっと僕衝撃なんですけど、マジの虫ですね、これ。芋虫。ちょっと衝撃。1投目いきます。お魚さんいないですね、見たな。近づくとですね、気配で察知されるのでちょっと離れてます。良さそうですね、かなり。取れそう。めっちゃちっちゃい魚が食べようとしてる。好きな魚になってますからね。もっとガンガン食うと思ってます。ここ来そうです。そんな予感がします。今ここなんじゃないかっていう第六感がそう言ってました。ちょっと出直し、ついに釣りました。やったー。お、やったー。ビッグワン、ビッグワン行きました。くい、いい方ですね。わかんないですけど、サイズが。いや、本当一匹釣れてよかったっす。マジで、また坊主だったらどうしようかと思ったんです。釣りって難しいですね、やっぱ。釣れないパターンありますからね、釣れないパターン。今日平日のめっちゃ昼間に来てるんですけど、僕もっと
人少ないと思った。めちゃくちゃ人いてびっくりしました。ただ餌釣りは誰もいません。貸し切りです。釣り放題です。この池にいる魚全員釣ります。そんなペースではないですけど、ここはいけそうな気がしますね。見てみます。釣る人の人数が、あ、今のは距離でかいですよ。うわ、食ってる食ってる、取れない。はい、本日2匹目のビッグニジマス釣れました。よし、ビッグワンですね。ビッグワン、本日は朝霞ガーデンで釣り堀で2匹魚ゲットしました。釣り企画2回目で初のお魚さんゲットということで、そうですね、また今度は大自然の中でも釣りたいと思ってます。釣り堀ではなんとかということができました。本日もご視聴ありがとうございました。